女子大生タレントアルカ・クリスティーン。何も知らずに歩いてくる彼女は突然の恐竜の出現にどうなるのか。大丈夫なわけないじゃないですか。タイツ破れた。続いてのターゲットはジャングルポケット斎藤。気取ってコーヒーなど飲みながらやってきた斎藤は一体どんな反応を見せてくれるのか。次はこの美脚、そう、タバチだ。頭がおかしい。ちょっと顔が。